d j サンコンは日本の DJ である。京都発の DJ チームビートトリックスのオリジナルメンバーであり、自身がレジデントを務めるヒップホップパーティー、エサンシールは2020年で25周年を迎え、ヒップホップパーティーでは日本で一番長く開催しているパーティーである。京都出身。17歳の終わりにたまたま見た DJ 大会のビデオでスクラッチに興味を持つ。 その時に流れてたヒップホップ音楽に興味を持ち DJ を目指す。18歳で d j シャークに弟子入り。20歳でクラブで DJ デビューする。デビュー年に DJ シャークの DJ ユニット B とトリックスに加入する。当時まだまだ認知されてないヒップホップミュージックを広めるため DJ シャークと共に京都、大阪、滋賀で活動する。 1994年には DJ の大会のニューミュージックセミナー予選を通過し、全国大会に出場する。自身の DJ としてのキャリアを大きく飛躍させたのは26歳の時にブッダブランド率いるエルドラツアーで全国ツアーに参加。2001年にはライムスター、噂の真相のクラブツアーに参加が挙げられる。その後東京でのレギュラー DJ 活動も始まる。 2009年より NY にも活動の幅を広げてパーティーに参加。現在 DJ として京都を中心に国内ニューヨーク、ボストン、カナダなどの海外で年間100本を超えるプレイをする。クラブ DJ 以外にはライブ DJ としても活動しており、男性 R&B コーラスグループフルオブハーモニー。2007年には公平ジャパンのライブ DJ として参加した。 音楽イベントフェスティバルにも出演し、代表的なものには、ヒップホップとロックの融合イベント、ターミナル、ブラフマン、バックドロップボム、ライムスター、シャッカゾンビエや、東北最大フェス荒脇ロックフェスタン仙台米、九州のスカイジャンボリーなどがある。現場での活動以外にも、オリジナル曲制作や、アルファーステーション FM 京都ラジオでも番組を担当。 地元京都の伝統的な行事にも参加しており、成人式式典での DJ プレイや、長岡天満宮節分祭へのゲスト出演などがある。2011年3月8日、アメリカマイアミのコンベンションセンターにて開催された、マイアミウィンターミュージックカンファレンス 2011DJ、スピン、オフビート、マッチング部門に出場。イタリア、フランス、ドイツなど、ヨーロッパ勢。 アメリカから地元マイアミ、NY、カナダなど世界予選通過20名で争った本戦で3位となった。2015年京都発、ヒップホップユニットトライオン CEO13L、どっちのレッジ、ダッチナレッジと共に結成した。ありがとうございます。